はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も心理学楽しく学んでまいりましょう。今日は本当の自分って何？っていう話をしていきます。ね、よく、なんか自分探しの旅とかでインドに行ったりとかっていうような話があるんですけれども、とか、なんか自分たちの何々ってね、なんか自分たちのバレエとか自分たちの野球とかって本当の自分はこうなんだみたいな話ってあると思うんですけど、そもそもじゃあ本当の自分ってあるのっていうことを心理学的な観点から見て研究したものがありますんで、それは今日ご紹介していきたいと思います。でこれっていうのは、まあ、心理学といえば脳科学でね、すごく有名な大学なんですけど、イェール大学っていうところがありまして、そこで研究をしたものがあるんですよ。本当の自分って存在するの？っていうことを研究を通して追求をしていきました。で、結論から言うと、脳が都度いろんなキャラクターを出していくので、ある一定の瞬間だけを取り出して本当の私はこれだっていうのは不可能ですっていう結論を出したんですね。で、相反する自分っていうテーマで話をすると、例えばパフェが食べたい自分とか、ダイエットしなければならないっていう自分、まあ、ダイエットしなきゃと思う自分って、どっちもあなた自身だと思うんですよね。2つの衝動に駆られている場合で、その食べたいダイエットしなきゃ、食べたいダイエットしなきゃって2つの衝動に駆られているあなたが、どっちも本物のあなたですよって考えても意味がないっていうことですよね。だって相反するけど、でもどっちもあなたじゃないですか。ところが自己啓発本とか心理学系のセミナーとかでは、本当の自分を見つけましょうとか、あなたはあなたのままでいいんですなんて言うんですけど、特にその自己啓発本だったらね、もう自分の経験則で言う話を書いてるだけなんで、まあその著者に罪はないと僕は思うんですけど、心理学系のね、自己啓発セミナーやってる人、心理学を学んでないのに、こう心理学とかを歌ってやってる人たちを見ると、ねえ、受講生騙されちゃいけないですよって、ちょっと警鐘を促したいところであるんですが、環境とか年齢とか人間関係などなどで、いろいろなパターンに合わせて性格って変わるんですよ。ね、例えば、先輩ばっかりがいる環境の中だったら、ちょっとこう、おしとやかだったりとか、おとなしいキャラだったりするけれども、後輩ばっかりがいるような環境だったら、まあ、ちょっと気が大きくなって、まあ、横柄な態度を取りやすいタイプ。でも、どっちもあなたじゃないですか。じゃあ、どっちが本当のあなたなのっていうと、どっちもあなたですよねっていうツッコミが入りますよね。どれが本当の自分なの？もうどっちもだよねっていう。ところが、これは、ちょっと心理学ではなくって、脳科学とか神経科学の話だったりするんですよね。じゃあ、心理学的な観点から見ると、この本当の自分って一体何なのっていうお話を深掘りしていきます。改めて、本当の自分はいるの？っていうのは、真の自分っていうのは観察者の視点によって変化するんですね。ちょっと難しいですよね。例えば何かっていうと、ある人がゲームやりたいっていう衝動を覚えたとしましょう。ところが本当はゲームをする自分はふさわしくないって思ってるんですね。で、その人にとってはゲームをやらない自分こそが真の自分であるということを意識してるんですよ。さっきの衝動の話でいくと、ゲームやりたい、やっちゃダメだ、やりたい、やっちゃダメだって、その両方とも自分なんですけど、でも理想の自分、つまり自分のありたい姿こそが本当の自分だっていうことを思い込んでいる人が圧倒的に多いっていうのが心理学的に言えることなんですね。でもそれっていうのは単なる自分の価値観とか勘違いに過ぎないわけなんですよ。こうありたいって言ってるだけでね、本当にそうかっていうのは別として、ところが多くの人は本当の自分を探したがってるんですよね。かつ自分が道徳的に良い行動を取った時こそ本当の自分だって思う傾向が高かったんですよ。だから、まあ、この後ちょっと具体的な話はしますけど、ゲームをやらない自分の方が本当の自分なんだって思う傾向が高かったってことなんですよね。まあ、別にゲームやることが悪いとは僕は全然思わないですけど、ゲーム僕も大好きでめちゃめちゃやりますからね。で、例えばじゃあ本当の自分と思い込む良い行動って何かっていうと、お年寄りに席を譲った優しい自分は本物の自分だとか、被災地に寄付をした、なんだろう、ボランティア精神のある自分は本物の自分だとか、外国人に道案内をした優しさを持っている自分が本当の自分だ、なんてことを思いやすい傾向が高いですよ、と。ところがこれって、いわゆるバイアス、思い込みにかかっているだけなんですよね。道徳心を持つ自分イコール本当の自分だって思ってるんですよ。じゃあ、なんでそう思い込むようになると思います？
もう下に書いてあるんですけど、ね、答えっていうのは生存に有利だからなんですよ。いい行いをする自分こそが本当の自分っていうことを思い込むことによって精神的な安心っていうのを覚えたがるんですよね。人間っていうのは満足度とか幸福度が高い生活とか日々の過ごし方っていうのを望んでるわけなので、低い低い方向になるような考え方っていうのはできるだけ配慮したがるんですよ。まあ否定的な考え方が浮かびやすいのは相反しているところであるんですけど、まあそれはいいとして、ところがそれっていうのは偏った 見方でしかないっていうことを自覚しておかないと、自分探しなんてことをし始めて瞑想すると痛い目に遭っちゃうんですよ。要はいい自分ばっかりを探そうとするから痛い目に遭うんですよね、うん、意味のないインド旅とか誤った自己分析なんかをしたりとかっていうことなんですよ。だからまとめていくとどういうことが言えるかっていうと、心理学的な視点での本当の自分っていうのは見る立場によっていろいろと変わることがありますせってことなんですよ。だからいい行いをするのが本当の自分だっていうことで、いい人間でいようとしすぎるがあまりに潰れちゃうっていう人は当然いるので、そうじゃないということなんですよね。で、環境とか人間関係とか気分、特に僕は気分なんかすごく左右される人多いんじゃないかなと、イライラしてるかとか平常時とかで、その時に出てくるパーソナリティ、性格って大きく変わりますからね。で、その自分っていうのはいい行いをしている時に出ているっていうのが本当の自分なんだって勘違いが生まれやすいんですよね。そうじゃなくって、本当の自分を探すっていうことであれば、本当の自分を探すっていうのはもうほぼほぼ不可能に近いっていうのが結論なんですけど、いくつもパターンがあるっていうことを知っておくっていうことが前提になります。だからこんなことをするなんて私じゃないって自己否定からやってしまうと精神を病んでしまう可能性が高まるんですよね。で、こんなことをしてるのはあなたじゃないですか。誰かがやらせたのって。例えば、ダイエットをしてるのにパフェ食べちゃったあなたって、誰かが無理やりあなたの口にパフェ突っ込んできたんですかって、まあ、それだったら仕方ないかもしれないけど、そうじゃないです、じゃないですか。例えば、友達とカフェに行って、今ダイエットしてるんだけどなって、でも友達がパフェを食べようとしてるからって、友達も、まあ、いいじゃん、食べなよって、もしかしたら誘ってきたかもしれないけど、食べるって決意をして、口に運んだのはあなた自身なんですよ。だから、こんなパフェ食べるなんて私じゃないって、嘘つけってあなたなんじゃんっていうことなんですよね。だからいいことをしたり考えたりとか悪いことをしたり考えたりするのもみんなあなた自身だっていうことをある程度自覚をした上で、どんなパターンの自分が多いのかっていうのが、そのパターンの多さが本当の自分だって思うのはある程度基地だというふうに思います。というのが本当の自分探しっていうことに対しての結論です。だから本当の自分って何っていうのをある一定のパターンのみの自分だけで探ってしまうと苦しくなってしまう。そのキャラを演じようとしてしまうから、そうじゃなくっていろんなパターンが自分にはあるんですよと。で、そのいろんなパターンがある中でどんな動きをしている自分が多いのかっていうことを探っていくことが本当の自分探しっていうところになりますんで、そこを注意していただいて自己分析とかっていうのをしてもらえると非常にいいのではないかなというふうに思います。ということで本日の動画、本当の自分って何というお話をしてまいりました。ということでまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。